安全を確保するのは自分の仕事だと述べました。オバマ大統領は BBC のマー記者との独占インタビューに応じました。インタビューの中心はビンラディン、アルカイダなどによるテロの脅威です。大統領は聞かれました。アルカイダの価値の高い標的をパキスタンあるいは他の主権国の領土で発見した場合、また我々の仕事はアメリカの安全の確保です。権を尊重していますが、我々の同盟国の国民を殺害する計画を積極的に進めることはできません。そうした計画が我々が何らかの行動をすることを許してはならないのです。しかしタリバンの指導者オマル氏に対し行動する用意があると宣言する一方、より広範囲との戦いには異なる対応を示しました。アメリカの敵との対話はいかなる政治的解決に含まれると述べたのです。ただそうした対話がすでに始まりませんでした。